こちらでは寿司がおしゃれに進化。その名も寿司ブリトー。お寿司。寿司ブリトーなの。寿司ブリトー。寿司なのブリトーなの。ああ巻き寿司ね。おお。うん。違う。具だけみたいな。なるほど。うん、考案したのは美人すぎるオーナーのシェリーさんです。この方そうなの、綺麗な目に詳細があるの。一応彼女がオーナー。 Well, I was traveling in the US about a year ago. So, I saw this concept in LA where they serve big sushi on a push cart. So, I thought the concept could work in Singapore, but まあ日本だってね、地域によってこれ味を変えるじゃないですか、外食さんが。だからそれは当然だよね、ある意味で。うわ、見て。うわ、太い。にゃにゃ。マスに入ってるよ。もう何でもいいね。もう何かなりずっしり重いです。かなりずっしり重い。しかも具がすごいたくさん入ってる。見てこれ。ぎゅうぎゅうだね。すごいんですよ。こういう食べ物。うん。うん。なんだろう。巻き寿司と思って食べると、あまりにも違いすぎてびっくりすると思うんですけど、これはもっとなんか違うものですね。日本の料理は現地のニーズに合わせて様々な形に変化していました。